団体自由演技が行われています。第24回世界体操選手権、ちょうど今規定の9位から12位までのグループ4カ国の登場です。日本、韓国、そしてフランス、カナダ、お見せするでしょうか。場内の紹介は国の名前の後言葉で激励の言葉が続きますが、日本の場合はようこそ頑張れでした。なかなか粋な計らいです。4カ国の規定終わった段階のチーム得点ご紹介しましょう。10位がカナダで 189.375、 10位韓国 189.325、 11位日本 188.887、 12位がフランスで 187.950 です。今日この規定の持ち点に自由演技の得点が加算されます。今日はこの日本が入っているグループと、そしてこの後行われますソ連、ルーマニアなどの優勝争いのグループ、女子の自由演技にたっぷりお楽しみいただきたいと思います。放送席の解説は国際審判員でミュンヘンオリンピック、そしてその前のメキシコオリンピックの代表でした坂佳代子さん、旧姓の橋口佳代子さんにお願いしています。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。日本が規定終わった段階で第11位なんですが、はい、目標としている8位はどうでしょうか。そうですね、もしかすると上がってくるかもしれません。どのようなポイントになりますか。そうですね、あの平均台から入ってますけど、平均台が失敗がなければいいとこじゃないでしょうか。坂さんは日本の宿と同じホテルで接してますが、ムードはどうですか。あのとってもいいムードですよ。あの3人の部屋、2人の部屋、それぞれであのお姉さんからね、かわいいあの中学生までいますんで、はい、みんなで仲良くやってます。そして今日は韓国チームがソウルオリンピックの出場権をかけまして12位以内に入るかどうか、この辺も大いに注目されるところです。さあ日本は篠田の床をご覧いただきましょう。この篠田選手はですね、とても脚力ありますから、はい、あのいい演技すると思います。特に見どころはやっぱり、そうですね、あの心身どっかでやるかもしれませんね、最初に。さあその最初のシリーズどうか。あ、心身屈伸になりましたね。そうですね、でも高かったですよ、はい、まだ中にももっといい技ありますからね。日本のエース篠田、日高三中の3年生、曲はハンガリア曲です。さあ次のシリーズを見ておいてください。ここからです、対角線に前方宙返りから2回ひねりすぐに前宙というあの方向変わるんですね。これも加点要素ですよ。女子の場合は 1.9.5 にプラス 0.5 の加点要素がありますが、そのボーナスポイントをもらえるわけですね。そうなんです。そうすると勝ち点が高くなりますから、10点からの採点となってくるんですね。あの余分な D の要素とそれから加点、オリジナリティというんですけれど、独創性で10点になるわけです。その下の採点をしているのはかつての超鶴千代さん、この屈伸の攻防に回転返りしました。高かったですよ。日本篠田の床の演技でした。笑みが見えましたね、良かったですね。なかなかこの笑顔が日本選手から出てこなかったんですね。そうなんですよ。いやしかしこの口を閉じた頑張り、新学生エースの篠田、あっと屈伸から屈伸ですね。やはりどうしても後半が屈伸になってきますね。そしてここは、あ、これは最後ですね。これは見事、高いですよ。かなりの高得点が期待できそうです。さあ日本はゆか5番目の演技者は瀬尾、篠田の得点を待っています。 9.70 が出ました。篠田の得点は 9.70、日本今までの4人の選手では最高点。さあこの篠田に続けですね。そうですね、
この瀬尾選手もですね、脚力ありますからね、はい、この小さい体なのに本当にバネがあるんですよ。さあ篠田選手をまたね、点数はさらに上げてもらいたいですね。この瀬尾選手には初めての世界選手権、平均台でちょっとミスした日本チームですので、この2種目目ゆかで挽回してほしいものです。ゴンバレのように跳ねます。137.31キロ、瀬尾ムーンサルト、ムーンサルトですね。これも D 技で本当に加点要素が 0.2 もあります。どうですか、飛び跳ねてますでしょ、この子は本当にバネがあるんですよね。構成がまた他の選手とちょっと違いましてね、コミックといいますかね、小さい子なりの、なんていうんですね、これやっぱり得点でしょうね。このシリーズはどうか、普通の方向に回転返り、これも最初新人から言ってるじゃないですかね、新人から屈伸になってますね。さらに高度になってるわけなんです。なるほど、1回ターンジャンプですね。最後のシリーズです。後方の深い組に回収がいるより、決まりました。日本の手を、よかったですね。そうですね、きっと篠田選手にもっと点上がりますよ。篠田が 9.70 でしたから、それ以上の点を期待したいですね。そうですね、国際の慣例っていうんでしょうかね、後半になるほどオーダーが良くなりましたね。点数も高めになるんです。はい、この辺が団体戦の面白さでもあるわけですが、なってますね、はい、これは日本にいるときにいいですね。もう他の種目が演技終わっておりますので、ノスオランダ放送協会の制作する映像もすべて日本選手、瀬尾の得点を待って、次は今度は望月ということになります。この望月選手もですね、ロサンゼルスとかでもやはり注目されたんですよ、ゆか運動では。瀬尾の得点は 9.70、 篠田と同じですね。同じですね、ちょっと抑えられましたか。望月、そのオランダらしい花に囲まれましたフロアで思いっきりこの演技をしてほしいものです。日本女子体育大学の2年生、日本チームの中にありましては森尾選手並んでお姉さん選手です。曲は白鳥の湖。ロサンゼルスオリンピックの代表、そして今年のユニバーシアードにも出場しました望月。高い空に回収が入ればラインオーバー、ラインオーバーしましたね。この 0.1 をですね、いかに取るかというときにラインオーバーされると困るんですよね。もう最初から10点の 0.1 取られてますから、 9.9 からの回転になるわけなんです。10点の世界水害には決まりました。この世界選手権の直前にちょっと練習を休んだのが響いているようですが、鈴木選手でもよく立ち直ってきましたよ、はい、出発前はどうなるかと思ってましたから、よく体力も回復したと思います、はい、お母さんもオリンピック選手、体操史上初の親子のオリンピック選手です、望月典子。最後はどうか、ひねった、2回ひねりです。これがドッペルというかダブル宙返りになるとちょっと変わってくるんですけれどもね。望月典子のゆかの演技でした。さあこのシリーズスローでご覧いただきましょう。このダブル宙返りの時にやはり足は開いているのは閉じる、曲がっているのは伸ばすということがやはり条件なんですね。だからやはり減点対象になりますね。
屈伸です。屈伸ですね。これはいいですね。さあ、真田牧子、跳馬の1回目、平均台の失敗を床で取り返しました。3種目目。さあ、ここでも取り返してもらいたいですね。ちょっと前でしたが、まず原コーチが指示をしています。そうですね。塚原の屈伸シネルですか。あ、今のはクエルボですね。クエルボですか。もう行ってみましょうか。これはひねりの方です。はい、塚原の屈伸ひねり。あの手のつき方でちょっとのことで違ってくるんですね。その得点は 9.575。 真田の2回目です。2回飛んでいい方が真田の得点になります。2回目はどうか。抱え込みの塚原取り、しかも1回ひねっています。いいですね。着地も決まってますよ。この跳馬の場合は基礎点というのがありますが、この飛び方で満点を出しますと10点満点ということになりますね。そうですね。あの10点の高度な技なんですけれども、さあスローでご覧になっていかがですか。あのスピードがあっていいですよ。一回完全にひねり切ってますもんね。はい、で着地も決まってます。得点が出ました。 9.625。 真田の得点は 9.625 です。点数上がりましたね。勘違い平行棒は篠田。さあ楽しみな演技ですね。そうですね。日本チームは森尾が 9.70、 森が 9.35、 星月 9.50、 そして真田が 9.475。5人目の演技者です。森尾が得意種目で 9.70 出しますんでね。さあそれに続くか篠田。離れ技は後ろに塚原コーチがいますが、トカチェフ持ちましたね。ここが一番ちょっとね、あのかなりスケールが大きいもんですから、持ち外すこともあるんですね。そのぐらい素晴らしいんです、この人の、あの、トカチェフ飛び越しは。そしてこれは、イエーガーですね。イエーガー宙返り。はい。やはり最高級難度の D ですね。そうです。これにも加点がついてます。屈伸の後方、2回宙返りより。ああ、着地、もう一つ止まってほしかったですね。ほっとした笑顔が見られましたが、スローはこれは離れ技か。おそらくこれから飛び越しに行くんじゃない。ああ後半ですね。最後のですね。後方屈伸の2回転があるように、カナダ、日本、韓国、そしてスペインが第4位ということで、残る国が8カ国従いまして、ソウルオリンピック12位以内を確保しまして、出場権を獲得しました。日本、韓国、カナダが、そしてさらにスペインがソウルオリンピックの出場を決めております。最初に跳馬から演技を行いますソビエト、そしてルーマニア、東ドイツ、中国の4カ国です。高さん、はい、持ち点を見てみますとソビエトが 197.500、ルーマニアが 197.375 と、わずか 0.125 の差なんですかね。そうですね。金メダル争いは、高さんはどう予想しますか。そうですね。ルーマニアも強いんですよね。今日の出来具合で私、逆転するような気がしないではないですね。なるほど。ソビエトがスノワ、グロワ、オメリアンチク、バイトワ、ウニコワ、ボギンスカヤというメンバー。ルーマニアがシリバス、サボー、ドブレ、ボイネア、ポパ、シロンという6人なんですね。そして東ドイツ、中国がどこまで食い込んでくるかというところも楽しみです。
現在ウォーミングアップが行われておりますが、なおこの前の4カ国で、自己が大きく後退しました。従いまして日本が順位が現段階上昇しておりまして第9位以上ということになります。残る4カ国を残しまして日本が9位以上と、軽くても9位ということですので、もうこれはまた嬉しいニュースですね。そうですね、先ほど佐賀さんはあの日本チームの皆さんともちょっと会ってきたそうですが、はい、会ってきました。もう本当にもうみんなね、あの涙ぐんで喜んでました。あのいろんな失敗がありましたものですからね、やはり内心心配だったと思うんです。でも目的は果たしましたし、それからあのやはり順位までということですからね、あの審判にも影響するわけなんですね。もうそういうことでいろんな意味を含めてもうみんな涙ぐんでました。そうですか、はい、その日本選手団も今選手席でこの世界最高のこれから女子の演技を見ようというところですね。はい、あの勉強してると思いますよ。もうこの今映っていますのがルーマニアなんですが、まあ、あのここは日本でもおなじみのチュリバス、それからサボという選手がおりましてね、このルーマニアとソビエトというのは女子の体操界宿敵。そうですね、本当に宿敵ですね。わずか0.01くらいの差ですからね、個人総合にしても、かつてこのソビエト、ルーマニアはモスクワオリンピックなどでも名勝負を見せてまいりましたが、さあ今日はどんな勝負になるでしょうか。ソビエトは跳馬からです。次コアです。この跳馬2回飛んでいい方が得点です。審判たちも真剣ですよ。やはりですね、まず最初は順点になりますからね、そうなんです。やはり得点がしっかり取れる安定した選手がトップに来ると思いますけれども、さあ最終半優勝をかけまして、まずソビエトは跳馬から、次子はロンダードから入りました。ひねりを加えて始まりましたね。次子は跳馬の1回目です。よくトップをこなしましたね。このプレッシャーというのは大変なものなんですよ。現在の女子の跳馬はこのロンダードからの入りが流行してますね。そうですね、この飛び方で何点満点ですか。10点満点です。ああ、そうですか。問題ありとすればどの辺でしょう。そうですね、予想いいですね。ここからロンダードに入って向きが変わります。あ、着地の時にですね、伸身体勢が見れたらいいんですが、もう早くにあの膝の曲がりが見れたんですよね。 9.77 を1回目です。2回目のスイートはトップからしかし高得点が出てますね。出ますね。これもまずまずです。着地がちょっとね後ろに飛びましたから、点数的にどうでしょうかね。ロンダードから後方、屈伸ちょっと伸身になってますか。伸身になってますよ。伸身宙返りで左は1回ですね。9.80 が出まして、あ、やっぱり出ましたね。次行の得点は 9.80 です。だんだん後半になるほど点数上がりますからね、とまた10点が出る可能性もありますね。優勝を狙います。持ち点トップでスタートのソビエト。さてこちらはルーマニア、ボイネアです。一人目のゴレアが 9.775。 ルーマニアもまずまずのスタート。さあ離れ方に注目しましょう。イエガーですか。イエガーですね。今離れ技一つではねちょっと足りないんですよね。そうですね、連続しなきゃいけなくなってきましたから。17歳のボイネア、154cm、44kg。 今ので倒立まで行ってたらよかったですね。あの亀から上を見上げますと本当に大きく見えますね。はい、さあどうか。後方使い込みの2回宙返りより、高いんですけどもね、少し前に出ましたね。ここはフィニッシュでしょうか。そうですか。あ、最後ですね。ボイネアの段違い平行棒でした。さあソビエトです。
黒は2回目です。やはりロンダードひねりは1回伸身です。決めましたね。また着地まで決まりました。グロワの1回目は 9.825。 ロンダードから入った方が確実なんでしょうか。いえ、これはまたですね、難しいんですよ。ロンダードもあの手が着地できない場合があるんですね。ああ、そうするともう運動として成り立ってこないんです。グロワは7歳からモスクワの有名なスポーツクラブチェスカで体操を始めました。 9.825 が出ました。さあ続いて段違い平行棒のルーマニアです。今の技も面白いですね。前中からで手が逆手になるというポパです。なお先ほどのボイネアは 9.80、17歳、145センチ、33キロ。いい姿勢ですね。いいですね。後方最初の2回宙返り降り。ルーマニアがユニフォーム今大会ちょっと変えてきてるんですよね。そうですね。ちょっと今までと違いましてね、後ろが入ってるんですよね。あ、背中の方がね、今までないですね、こういうユニフォームは。白にそしてナショナルカラーをつけました。なかなかこの洒落たユニフォームなんで、ね、このコスチュームも大切です。さあここは車輪から、あ、後方、あの終末技ですね。後方の抱えの宙返りです。ダブルの宙返りです、ね。はい、さてボギンスカヤ2回目です。やはりロンダードからの後方宙返りの1回ひねり。そうですね、10点満点です。1回目は 9.850 でした。ボギンスカヤ今これが2回目です。なおルーマニアのポパの得点段違い平行棒は 9.875。 かなりですね、見ててください、馬上でひねり切れるんですね。宙返りが跳馬のその馬ですね。この馬を基準にしましょう。だから着地体勢が高いんですよね。その得点が 9.85、2回目が 9.80 でボギンスカヤの得点は 9.85 です。続いてオメリアンチク、17歳になりました。昨日の男子同様、誰をとってもエースという感じがしますね。今日ですね、オメリアンチクはもしかすると新しい技をやるかもしれません。どんな技でしょうか。ですね、ロンダードから入るんですけれども、はい、2分の1ひね、あ、4分の1ひねってから前方の屈伸宙返りというんですかね、使うでしょうかね。ちょっと競技ナンバーの表示などに手間取っているんでしょうか。今日はあの日本の跳馬篠田選手の演技でトラブルがありましてね、残念ながら0.3 検定されましたんでね。そうですね、自分で競技のナンバーを伝えて、そして表示をジムリーダーが確認して、そしてスタートです。あのこれ審議の番号を言われてないんですよね。だからこれはもう OK 出してますね。なるほど。さあオミリアンチク17歳、これですね。お、決まりましたね。やりましたね、オミリアンチク。これはあの初めてですね、あの大きな大会というのは3つあるんですけれども、はい、あのワールドカップ、ワールドカップ、世界選手権、それからオリンピック、はい、こういうあのところで発表する審議はですね、あの選手の名前がつきやすいんですね、はい、選手の名前というか、あの敬意を表して名前を捉えるんですけど、もしかすると、この今の技が跳馬のオメリアンチクになりますか。なるんじゃないでしょうかね、そしてどのくらい評価されるかというのが楽しみですね。そうですね、一応あの話し合いの中では10点から採点しようということになっておりましたから、高得点出ると思いますよ。 9.150 が出ました。やっぱり出ましたね。オメリアンチクの1回目、そうしますともうさらに素晴らしく演技をすればこれ10点満点ということをね、そうですね、期待できますが、はい、狙ってるでしょうね。狙ってますね。
4-69ですか、用事番号が今出てましたのが見えたんですが、はい、これは多分主任が指示したかと思うんですけど、そうですか、まあ、停止かどうかはまたこれからですね、はい、あの情報で流されるんです。だからこれは仮の番号かもしれません。前回の世界選手権個人総合でも優勝、シュノワスの当選優勝でした。オメリアンチク140センチ31キロ2回目の跳馬どうか。あ、これは先ほどに比べると着地がちょっと、そうですね、流れましたか。ちょっと宙返りの位置が低かったでしょうかしら。あの流れましたね、突き手からが。宙返りの位置がそうしますと、ええ、ずれていくんですね。しかしスローで見てもこのスピードある助走、ええ、そうですね。ここで4分の1するんですね。から前方の屈伸の宙返りですね。結局2回目は 9.90 で、あ、やはり着地の分が低くなりましたね。1回目の 9.950 が採用されました。やはりノスオランダ放送協会の今日は、カメラの方もですね、はい、ルーマニアとかソビエトね、交互に映ってきました。そうですね、とにかくスタートラインが 0.125 の差しかありませんでしたので、もう一瞬ごとに、あるいは一人ごとにですね入れ替わる可能性もありますね。そうですね、今日はいい試合すると思いますよ。なおルーマニアはサボーが 9.90、 ドブレ 9.925、 残るのはこの人シリバー6人目、エース登場です。個人総合も狙っています。シリバス5月のモスクワで行われたヨーロッパ選手権も優勝しました。この段違い平行棒やりましたね。今ですね、離れ技とか倒立上での1回半以上のひねりが随分とね、あのそれもシリーズといって組み合わせを直接にやってるんですね。やはりこういうものに価値が高くなってますね。ロカチェフ143センチ。ひねりを加えた着地。ああ、やっぱり試合ですね。視聴者審判1万人の観衆から大きな拍手歓声。ロッテルダム市のアホイスポーツパレスです。どんな折り方だったんですか。ですね、前指示から振り出して前方宙返り2分の1ひねりですね。瞬間的ですからね、先にひねって行うか宙返りをするか後でひねるのか、はい、その辺の見極めっていうのは本当に難しいんですけれども、こうやってスローで見るとよくわかります。得点は後ほどお伝えしましょう。ソビエト跳馬最後の演技者はシュシュノワ、6人目です。この選手は跳馬を得意としてますよ。どんどん後から入りました。着地も決まった。決まりましたね。ソビエトはほとんどこの技を使ってますね。この選手はですね、今1回しかひねってませんけど、はい、前あの2ヶ月の前にユニバーシアードがありましてね、この時には2回ひねってあの着地まで決めてるんですよ。今回出しますかね。これは1回。そうしますとこの後の個人総合選手権あるいは種目別になりますと出るかもしれませんね。そうですね、今日は大事にしてチームの得点に貢献してるかもしれませんね。どうですか、この伸身も完璧じゃないですか。完璧ですね、完全に練り切って着地してますでしょう。得点が掲示されまして 9.975 という1回目。あ、もしかするとですね、2回練りますね。この2度目の最初は硬くいって、今度は2回ひねるんですかもしれない。シンシンの今1回ひねったでしょ、今度2回ひねると思うんです。それではテレビの前の皆さんもこの2回ひねりを加えるかどうか注目していただきたいと思いますが、シュノワ1回目 9.975 ですから思い切ってくるかどうか。やりました。やった。やりましたね。やっぱり後方宙返りして2回ひねり、
跳馬で演じました篠乃は。さすがですね。これもちろん10点満点という。当然です。それも質の高い10点満点ですね。さあそうなりますとその1回ひねりで 9.975、 2回ひねって着地はずれましたが、どういう評価をしますかね審判が。ここなんですよね。評価室は 0.1 なんですよね。では篠乃は審判たちは10点出すか悩んでると思いますよ。でも篠乃は10点満点って呼ばれ取りましたもんね。そうなんですよ。やっぱり自由は、ね、あの審判変わってまして今日解説の坂さんが審判だったわけですね。どうでしょうか。今場内沸いてますがシリバスが段違い平行棒で10点満点を出しました。さあ2種目目ソビエトは段違い平行棒、ルーマニアが平均台、東ドイツが優勝、中国がご覧のように跳馬という2種目目です。半敵です。この8月に大阪の国際ジュニア選手権にもやってまいりました。1回目が 9.750、 やはりロンダードから先ほどご覧いただきましたソビエトの選手と同じ技を使いましたね。そうですね。10点満点なんですけれど2回飛んでいい方の得点。団体の跳馬この半敵は後文に変わりましてこの大会直前にレギュラーを獲得しました。まだ14歳。宙返りの位置が低いですかね。今得点が掲示されて 9.675、 半敵の得点は 9.750 と決定しました。左の8という数字は半敵選手の個人総合の現段階の持ち点ランキング8位ということです。王行円18歳。王行円は理論などから新進の一回ひねり、はい、王行円の1回目です。さあ日本でもおなじみの顔が登場ですね。サボーこのヘアスタイルがちょっと大人みたいな。そうですね。やはりこの中ではお姉さん格ですね。そうですね。貫禄も十分ですね。ついついベテランと言ってしまうんですがまだ20歳。お嬢さんですよ。3回のシリーズ決まりましたね。日本でも人気がありますね。サボそうですね。何回も日本に来てますからね。ロサンゼルスではオリンピックで金メダル4つ。種目別でもロサンゼルスオリンピック平均台で優勝。本当はここね座になるんです。彼女がね座っていうのは座る。そうなの。片足立ちで座っちゃうんですけどね、ちょっと今のはやらなかったですね。これは難しいんですよ。速報宙返りから高転速ですから、はい、安定性に欠けるんですよね。普通はあの速宙からとなるとフィニッシュ。ここを抱え込みに対していないようにサボー 151cm 45kg。 あそこはあの難しいとちょっとそうですね。あの手を使ってないでしょ。速報宙返りのところが、ええ、これで完全に着台した上で蹴らなきゃいけないですから、これこそ安定性がなきゃいけないですよね。何せ 10cm 上でやってるように見えないでしょ。もう床の上でねやってると同じに見せなきゃいけないんです。後ほどサボーの得点をご紹介するといたしまして、こちらは段違い平行棒のソビエトです。ここまでソビエトはツイクは 9.825、 グルは 9.825、 ボビンスカヤ 9.425、 こうルーマニアは平均台でゴルヤ 9.80、 ボイネヤ 9.82、 ボイネヤ 9.875。ソビエトは4人目のバイトワが 9.925 という高得点。そしてこれから演技を行いますのはオメリアンチク。
ほど跳馬では9.95をマークしています。一気に上バーに来ました。あ、近いですね。そしてこれ止まらないというところが素晴らしいですね。そうです。それで間でも宙返り入れてますからね、うまいですね。2回ひねりより、後方宙返りをして2回、中心の2回ひねりです。ここは圧力は違いますけれども、ね、ここで空間で宙返りですね。これが最後でしょうか。1回2回ひねりましたね。立ってほしいですね。一部ぐらい引かれるかもしれませんね、あのところで。佐藤の平均台の得点は 9.850 と発表されました。続いてソビエトはシフノワです。コメディアンチクの得点を待っています。コメディアンチクは 9.90。 1種目終わった段階でルーマニアが落ちながら含めてその差が 0.1 と迫っています。金メダル争い、今2種目目、エレーナ・シフノワ18歳。今年のユニバーシアードは4種目で金メダルを取りました。148cm、40kg。 やりましたね、トカチェフをひねりましたね。今度は銀が決定した場合に、佐田さんからため息が出ますが、そうなんですよ、この香水というか素晴らしいですね、技術の良さ。金額なんでしょうか、実面でしょうか。今のは1回ひねりですね。やっぱりしますと森を降りましたね。森をですね、ええ、完全にひねりきってから着地にしてますから、高いスピンでやってるからですか。これはすごい技ですね。ユニバーシアードの時はですね、今のトカチェフの1回ひねりは最後の種目別でしか使わなかったんですよ。ということはもう安定したんですね。いわゆるムーンサルトですね。女子でいう森を降りですね、はい。画面が変わりまして、ルーマニアの平均台に移ります。ドブレ、この選手は美人だって言ってね、ルーマニアの審判たちが褒めるんですよ。これは美人だ美人だって言って。なるほど、それも PR 合戦の一つですね。そうなんです。もう最初からこういうみんなどこの靴そうですよ。そういえば我々報道関係者も美人コンテスト最高の女王を決める、私も投票権一つ持ってるんですね。あ、そうですか有力候補の一人ですね。ですね。さっきね、ちょっとそういうことがあったんでね、審判たちにもやってくれないかななんて言って笑ってたんですよ。審判の最高ですか。いや、やめましょう、やっぱり。ルーマニアの選手はみんなイヤリングしましたね。あ、面白い技ですね。これなんて表現したらいいんでしょう。そうですね、そうですね、セトウリスと言いますか、セトウリスのひねりですね。そうなんですよ。さあ、ビーチだ。もう使い込み、2回宙返りより、ドブしっかりと決めました。やっぱりこれは練習を積んでますね。だからもう安心して安定して、もう熟練生はもう本当に持っておりますね。しかし、練習会場を見たら私のランでも本当に小さいなと思ったんですが、こうしてね、本番になりますと本当に大きく見えますね、ドブ選手も。シリーズからこういうね、技を持ってくるというのは本当に最高ですね。これから体操の内容も変わってきますね。
実はですね、新しいステージっていうのは発表されたんです。次のオリンピックのためのなんですけどね、床運動をですねルーマニアが担当したんですけれども、今までにないですねルーマニアのね、作った演技と思えないほどなんていうんですかね優雅さがあるんですね。それだけルーマニアの体操そのものの水準というのが上がってきてる、高いということでしょうかね。そうですね、やはりどこまで行くもキリがないんですけど美の追求なんですよね。拍手の中で10点満点が出ました。やっぱり出ましたね、高度な技と安定した着地でしょうね、やはりこの選手の中で一番高度な技を持っているんじゃないでしょうかね。今大会では女子ではこの大会7人目です。韓国の男子内定候補、さあ鈴木選手です。中国チーム蛇鋒15歳です。笑顔を見せました。ちょっと緩みが見えますね。蛇鋒の男子内定候補、今4種目が同時に行われているわけなんですが、我々も演技を見ながらあちこちから見てて、なんかどうあの惑わされますね。いろんなことに目移りがします。テレビの方は中国の段違い平行棒、蛇鋒という選手は中国の新鋭、さてルーマニアドブレ、はいはい、ムーンサルト B 技からね続けてますからね、組み合わせで高度になってますね。始まる前からですね、ルーマニアの審判たちはですね、あるいは役員たちは、シリバスかこれかがどちらかが一番になるだろうなんて言ってましたからね。大事になりました。おお、今のは失敗なんでしょうか。失敗じゃない、おそらく将来は立つかもしれませんけどね、ああいう技があるんですよ。なるほど。151cm で39kg、15歳のルーマニアドブレ、観衆が乗ってきてますね、はい、すごいですね。勝った姿勢の着地ですものね。そしてこの笑顔。2回ひねりからすぐ前方宙返りして戻るんですよね。はい、もうた今の内容っていうのはですね、ただ対角線だけじゃなくて行って戻ってのシリーズに変わってきてるんです。それにさらにまたこの選手はね、またも違うんです。こういう技あるんです。さあこのドブレの得点はどのくらい出ますかね。これは高い点が出ると思いますよ。出ました、得点満点、やっぱり出ましたね。拍手に応えるルーマニアドブレ、そして個人ランキングも左の1という数字、個人総合の持ち点トップに躍り出ました。さあシリバスもやりづらいんじゃないでしょうかね。そうですね、仲間の中にライバルがたくさん出てきました。そうなんです、自分のね、平均台の失敗があるだけに。ルーマニアこの床で10点満点がボイネア、そしてドブレと出ました。跳ねまっとります、ムーンサルト高いですね。ムーンサルトも
余裕ですね、この笑い顔が見せれるなんて。首を陣に乗って、このシリーズは2回ひねり1つ前中、それまた戻ってますね、2回ひねりからまた前中、あ、高いですね。ターンもうまいですね、2回ターン、2回ターンのジャンプ。これがルーマニアの面白い、あの審判には観衆を引きつけるっていうんでしょうかね、はい、見せる演技をします。ゆかでルーマニアは30点の点か、どうでしょうか。出そうですね、これは。シルバスが6人目ですが、もうソピエトは5人の選手が演技を平均台終わっておりますが、全世界でルーマニアがどうやらトップに躍り出ました。やっぱり出ました、ルーマニアがトップに躍り出ています。逆転ルーマニア、どうでしょうか。10点満点が出ました。出ましたね。そしてついにルーマニアがソビエト抜きました。3種目目でトップに躍り出ました。その差がルーマニア 345.675、 スウェート 345.500、 従いましてその差が 0.175。 場内の電光掲示も出まして、ファンが驚いて駆け上がって歓声を送っています。こちらはルーマニアのボイネアの演技です少ないんですけどね、はい、続けて3人も。さあ、それでは3種目終わった段階のチーム得点をご紹介しましょう。その前に3席の段違い平行棒が VTR で出てきますので10点満点。この3席というのは大阪の国際技能選手権やってまいりましてね、はい、この辺でしょうかね、あの段違い平行棒は素晴らしいと、素晴らしかったですね、あのみんな褒めてました。ちょうどこの時あの現在今回も一人あの委員長っていうかあの、はい、ベルガ夫人もですね、最高に褒めてましたね。中国の平行棒は素晴らしいと。むしろあの7人目でレギュラーは難しいかなと思ったんですが、コーチ陣が思い切って工具に変えてこの半敵を起用した、まだ歩き釣りですが、この得意の段違い平行棒では見事な満点ですね。やっぱり点稼げる選手でなきゃいけないですね、さあそれでは今度はスウェートです。オメリアンチク
そのオメリアンチクは 9.700 というところだったんですが、まあ、ソビエトもね、今のちょっとミスがありましたが、思うように平均台点が伸びませんでしたが、怖いですね、この平均台っていうのはね。本当に何が起こるかわからないんですよね。3種目終わった段階の得点ご覧ください。ルーマニア逆転です。ソビエトに 0.175 の差をつけました。そしてその後が東ドイツ、さらに中国と続いています。銅メダル争いも東ドイツ、中国の差が 0.075。 メダル争いが厳しくなってきました。みんなどっちももう実力はもうね、もう失敗した方が負けっていう感じですね、こうなると。そしてソビエトが床で、こちらルーマニアが跳馬ということになります。ルーマニア、この跳馬最初の演技者ポパ、そしてソビエトはもうすでにツィコワが隣の床で演技を始めています。ロンダード抱え込み姿勢、抱え込み姿勢の一回ひねりをやってますね。これは満点は10点ですか？10点満点なんです。やはりこうやって見ると曲げた姿勢より伸ばした姿勢の方がいいと思いませんか？綺麗でして、この張りがありますね、見てましてもね。そうなんですね、体操やっぱり足の開きとか緩みとか、こういう姿勢欠点っていうのはやっぱり原点対象になってくるんですね。心身体を伸ばした状態、そういう状態の方がやはりね、先ほども出ましたけど、心身の2回目にならず全然違ってきますね。 9.8251 回目、ああ。心身、それから腹筋、高い組みと3つの組みがありますが、一番価値のあるのはやはり心身、体を伸ばした状態。そうですね、このポパ最初は抱え込んだ状態、膝が曲がっていましたが、2回目はどうか。今度は伸身でやるんじゃないでしょうか。伸身狙った。あ、やっぱりそうですね、伸身で狙ってきましたが、厳密に言いますとちょっとその体が屈伸したかったという感じじゃなかったですか？そうですね、ちょっと飛躍と言いますかね、高さが足りなかったように見えましたけれども、この空間の局面ですね、あれがもうちょっと体が伸びてれば。そうですね、それから早い着地取りと言いますかね、屈伸の姿勢になってきてますね。 9.80 という得点が出ました。2回目、したがってポパの得点は 9.825。 なおソビエト床の1人目水高は 9.80。 ルーマニアがちょっと1人目でリードを広げました。グロワ、あー、いいですね、伸身のドクセル。ライバルルーマニアが床で逆転しました。今度はソビエトが床。そうした点数っていうのはスカーボード禁止されましたので、選手も当然見てるでしょうね。そうですね、高い組の2回宙返り、ただ2回だけじゃなくてですね、間に宙返り、手なしの宙返りをやってるんです。
そういう組み合わせがやはりね、基礎になるんですね。ソビエトが優勝すれば世界選手権4連覇。ムーンサルト、ソビエト、ゆか、2人目のグロワの演技でした。ここは坂さんが指摘されたシリーズでしょうか、はい、これ手ついてないでしょ、はい、これが B 技なんですね。なるほど。そこからこの D 技をやってくるんです。ここが最後ですかね、ムーンサルト。一番疲れている時ですね、なんでもなかなか最後はね、大技持ってこられませんが、はい、さて、ルーマニアの跳馬です。ボイネアの2回目、1回目が 9.90。 ルーマニアも得点が高いですよ。跳馬でもまた10点出すかもしれませんね。グロワのソビエト、ゆかの得点は 9.90 でした。こちらが審判席、女子は審判は6人、9人と他にSPC というのがいましてね、はい、技術を専門に見る人、その他に審判員が6人いて採点するんです。言及しますと言葉の障害はありませんか。そうですね、あと手招きまで大体通じますけれども、先行掲示は絶点352番、サボーと出ましたが、先ほどもルーマニアはね、また絶景の違いですか。しかしボイネアが勝負を行います。新鮮レアピッチにしたかったボイネアの勝負でした。どうでしょうか、この新鮮の規定は。そうですね、もう一つ高さが欲しかったかもしれませんね。着地の位置が 9.875 と出ました。やっぱり待たされたりしてますからね。はい、そしてこのボイネアがこれは2回目になりますね。そうですね、同じ飛び方でした。そうですね、ゼッケン355番ボイネア、しかし記録が掲示されるボードは352番のサボーのままなんですよね。これがおかしいですね。もちろん確認した上でこの跳馬を行ったと思いますが。そうですね、何してこのコンピューターでやってるんで戻すまでに時間かかるということもあると、主任の権限でやり直すことはできるんですよね。 9.90 が出ました。さあ、バイトワの床をご覧いただきましょう。ソビエト、ルーマニアが3種目目で逆転、最終種目に入っています。ソビエト床、ルーマニアは跳馬、2位争いの中国は平均台。そして東ドイツは段違い平行棒。見事に決めて練習。高い攻防、高い地の2回宙返り、14歳バイトワの演技、ソビエト。
半周の声が大きくて曲がよく聞こえないのが残念ですね。さあこちらはルーマニアの跳馬、ゴレアです。もしかするとこの選手も2回出るかもしれません。高いですね。2回きれいに滑りました、素晴らしいですよ。1回、これで2回、はい、6点満点が出ました、ね、ルーマニア、ゴリア、そしてスチーム得点にも大きく貢献しました。ゴリアの乗馬の10点満点。女子では11個目の10点満点です。続いてルーマニアの乗馬、連鎖反応でしょうかね。みんな止まってくると。そうなんですよ、やはりそこまで追い込んだ練習してるんですね。なるほど、やはりね、緊張してますよ選手は一人一人ね、はい、そういう中で着地まで決めるというのは素晴らしいことなんですよ。この勝負根性というのは、ね、素晴らしいですね。9.950 という得点です。相当10点を連発しましたね。やはりね、2回ひねりとかね、やはり同じ10点の価値でも高いのとね、はい、ありますから、やはり差はつけるべきでしょうね。ロサンゼルスオリンピックで51個の10点満点が出ましたね。そうですね、そして D 難度ができたわけですが、さあ今度はどうか、これも決まった、決まりましたね。先ほどの 9.950 と比較していかがでしょう。そうですね、こちらの方が質がいいですね。ということはあるいはということもあるんですね。あるいはもっと上がるでしょうね、一つの判定のもとに出ましたね。出ました10点満点。利用しながらひねって着地までの間にですね、正規点がないっていうのはやはり最高なんですよ。理想の演技を行った後はエースのスリバス、ますますスリバスはやりづらいでしょうね。ルーマニアスリバス、トンダードから前進方向中内で1回ひねり、着地が決まってないんで、ちょっと点数的に10点は難しいですね。ここですね、審判たちはですね、それぞれの技に理想を持っているんですね、はい、その他にやはりいろんな演技者の比較というのもあり得るんですよ、はい、だから難しいですね、採点競技というのは。 9.900 スリバスの1回目です。今度は着地、まずまず同じ飛び方で着地が飛んでる方が良かったのですか。そうですね、スピードもありましたし、どうですか。これはロンダードから
このまま着地しての後転跳び、伸身性での、そしてひねりを加える。そうですね、あの空間で1回ひねりを加えて着地です。みんな引き合ってますね。ルーマニアチーム場内に応えています。ルーマニアチームがどうやらこれルーマニアが優勝を近づいてますね。ですね、やっぱり場内のムードもそうなってます。さあこちらはソビエトのエース登場、エレーナ・シュシノワ。ソビエト6人目。跳ねます、ムーンサルト決まりましたね。ルーマニア演技終わってこのシュノワの演技を見つめています。休まず帰ります。笑顔を浮かべながらの演技見せますね。この演技はここを深い組に回収が入るより、ソビエト・シュノワ団体最後の演技を終わりました。さあこのスローで素晴らしさをご覧ください。国宝から 全1回半ですね。すぐに戻ってきてますね。ここから9月生になるんですね。10点満点が出ました。この演技、しかし福永の10点を持ってしまってもルーマニアの優勝が確定。福永は10点も及ばず、ルーマニア2回目の優勝となりました。こちらはソビエトチーム、実戦も喜んでいられません。そしてこちらはルーマニア、すごいですね、この声援の人たちをファンに応えます。3種目目で逆転、シリバス、ゴレア、ボイネア、サボ、ホパ、ドブレスのルーマニア、この世界体操選手権大会女子の歴史を振り返ってきましても、ルーマニアの優勝といいますのは1979年のフォートハース大会以来ということになります。その後モスクワ、ブダペスト、モントリオールとソビエトが3連勝、4連覇を砕きました。ルーマニア2回目の優勝がなりました。さあ優勝争いとは別に中国と東ドイツの激しい戦いも続いています。平均台中国ハンテキ、先ほど段違い平行棒では10点満点を出しました。笑顔いっぱいのルーマニアですね。もう嬉しいでしょうね、先ほどですね、先ほどというか私審判をしましてね、跳馬の6人が6人でも来ていた時なんですけど、着地を決めたというのは憎かったですね。さあこれからのアジアのスターになるでしょう、ハンテキ。
スナスっぽいんですね、この選手で。そうですね、会うとね、にっこり笑ってくれますよ、はい、そういったところも中国チームは教育もしてるようですがね、やはり私たちが練習会場に行きましてもね、ニコニコ答えているその代表選手などの判定ですね。なるほど、やはりもう勝負にはそういうね、あのいろんな要素をもう持ってこないと、はい、点数につながりませんからね。14歳、まあ、中国と言いますとマエンコ、はい、それからコウ軍が受け継いで、正直言ってもう一つスターが出てこなかった中国女子の体操界。そうですね、この人が今14歳、今度の大会は14歳でも来年のソウルオリンピックの15歳になれば出場という規定があるわけですね。そうなんです、今回はあのオリンピックの予選にもなってますんでね、はい、今年度の12月31日までに14歳になる人は全部出場できます。それ以上ですからね。で実際のオリンピックでは、オリンピックの年、来年の12月31日まで15歳になるんだったら出れます、はい、だからオリンピックの年14歳でもそれは構わない。なるほど、さあ反撃の2回ひねり、あ、いい組み合わせですね。これで2回ひねりとかじゃなくてですね、はい、3回ひねり、あるいはドッペルといくとよかったですね。完璧の平均台の演技でした。これからの選手ですね。それで女子団体は全ての演技を終了しました。もう一度順位をご紹介しましょう。ルーマニアが優勝 395.400、 2位ソビエト 394.950、 その差を広げました。そして3位が東ドイツが入って 389.600、4位ブルガリア、中国は4位です。4位が中国です、 386.850。 そして5位がブルガリア、さらに6位アメリカ、7位がハンガリー、8位カナダ、そして日本が9位、そして10位韓国、11位チェコ、12位スペイン、ここまでがソウルオリンピックの出場資格12カ国となりました。それは戦利式の10点満点でしょうか。団体内定攻防、そうですね、美人の誉れ高い戦利式団体内定攻防の10点満点の演技をご覧いただきました。さらに続々その素晴らしい演技がこうして VTR で紹介されていきます。オムリアンチですね。そうですね、はい、ユタの演技です。今ひねりは3回になりました。3回ひねったようですね。3回ひねりからすぐ前手に下に見えましたが、はい、もうセミは3回を確実に進めないといけない時代ですね。そうですね、やはりひねり不十分というのは原点対処ですね、はい、日本の井上敦子選手なども3回ひねりを行います。自信持った演技をしてますでしょ。前回も10点出てますもんね。今2回ひねりから前中でしょうかね、まあ、ちょっとハプニングですね。床の得点が 9.550 と伸びなかったんですね。今のこの部分ですね、これを失敗取られてますね。前中の後始末ですね。
ご覧のようにルーマニアの優勝が決まりました。 395.400、 結局その差が 0.45 開きました。2位がソビエト、3位東ドイツ、4位中国、5位ブルガリア、6位アメリカ、さらに7位ハンガリー、8位カナダ、9位日本、10位韓国、そして11位がチェコ、12位がスペイン。ルーマニア優勝。シルバスもいます。そしてお姉さんたちのサボーもいます。嬉しいでしょうね。ボレア、ボイネア、オパ、ドブルのメンバー。勝った感激というのはまた違うでしょうね。やはり違いますね。国中大騒ぎになるんじゃないでしょうかね。このルーマニアチームの体操そのものの素晴らしさというのを佐賀さんどの辺に感じられますか。そうですね、今回はですね、以前と違ったですね、女性的な美というものを特に重視してよくトレーニングしてきてるというか鍛えてきてたっていう感じを受けました。かつてコマネチ中心とったルーマニア体制を聞きしましたが、ちょっとどうでしょうか、違いは出てきているんでしょうか。そうですね、その時の優勝であったコマネチもね、今審判になって、やはり若手に変わってきて、今あの体操のね、やはり今の流行をちゃんと追ってるんですね。そして敗れたソビエトは銀メダル。やはり表情は厳しいですね。そうですね。ソビエト4連覇、10回目の優勝を狙っておりますが、結局3種目目で逆転されて、さらに4種目目点差を広げられましたよね。そうですね、やはり失敗をしていけないんですよね。ジュシノワの目にちょっと光りますか。はい、みんな泣いてますね。そうですね、悔し涙ですね、これは。本当にね、選手はですね、毎日毎日何百回何千回と同じ技を繰り返して、わずか1分30秒ぐらいの間で終わっちゃうんですよね。それが完全にできたかできないかで、ものすごいこの悔しさっていうのは本当に分かるような気持ちがするんですよ。振り返れば3種目目ルーマニアが床で3つの10点満点を、これが大きかったですね。これはすごいですね。世界体操選手権大会、明日からはいよいよ個人戦、男女の個人総合種目別と続きます。今日は解説、国際審判員の佐賀佳代子さんにお願いしました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ではこの辺で今日は6分からお別れ。